国際スポーツフェアは、1983年から1992年まで、日本体育協会と富士山系グループの主催で開催されたスポーツ関連のイベントである。1983年、世界の様々なスポーツを紹介することなどを目的として、東京都渋谷区の国立予備競技場近辺で10月6日から11日に行われた。 初回が好評で、事業収入も好調だったことから、翌年以降も継続開催され、開催時期を4月下旬から5月上旬のゴールデンウィークの期間に移して1992年まで続いた。このイベントを始めるにあたり、外部から総合プロデューサーとなる人材をスカウトしたが、フェア初回の好成績によりその後数年間は、フジテレビのイベント事業面において、 その総合プロデューサーが引っ張っていった。フェアとしては、富士テレビ事業局が中心となり、産経新聞社や日本放送など、富士産経グループの総力を結集するような体制の下で様々な企画が行われた。主なところとしては、多数のスポンサーのもと、スポーツに関連した各種イベントやアトラクション、フードコートなどのほか代々木体育館では、 様々なスポーツのエキシビションゲームや世界各国の代表選手を招き、日本代表との親善試合も多数行われ、特定スポーツのファンが他のスポーツへも目を向け関心を持つきっかけ作りが行われた。また、1984年の開催では、新体操、レスリング、重量上げのロサンゼルス五輪日本代表最終選考会が行われた。もちろん、 テレビやラジオ、新聞でのメディアミックスによる各種宣伝やレギュラー、単発問わず、生放送や公開収録などが会場では連日行われ、視聴者、聴取者、購読者の関心を集めた。しかし、イベント内容のマンネリ化などが指摘され、1992年の開催を最後に終了となり、翌年からは同じ場所での開催となる。 ライブ UFO へと引き継がれていった。ありがとうございます。